この前の守る会の話に関しては虎ノ門ニュースでもやったんですけど動画でもやってそれに対して長尾貴議員自民党の守る会に所属されている方なんかがちょっといろいろ答えてくれたりとかというのもあったのでただ、やっぱこれまでアイヌ法だったりとか昨年の入管法だったりとか散々反対反対言って結局、最後は賛成しているという。そうですね これまでの経歴があるので、やっぱり今回は大丈夫っていうことにはならないし、それを盲信して、保守側というか、その支持者たちも、盲信してついていってはいけないっていうのを僕は伝えたかったですまね。なので今後もちょっと、注目はしてきますけど、動画で言ったり、まり、若干懐疑的に見てるなというところですね皆さんはどう思ってるかと。アンケート やっぱ結構日本のいやこれ保守に限った話じゃないですけど、はいはい、いい人なんですよね、うん、だからその言葉で言ったことをそのまま信じちゃうっていうことがあって、うん、でこれっていうのは対抗する勢力に対しては全く成立しないんだけど味方だと思ったら嘘っぽいことも信じちゃうっていうのが僕はよくないと思うんですよね、うんはい、なんかこのこれ本当かなみたいな話でも問信し,してなんとかさんが言ってましたっていうのはちょっと違うんじゃないかなとそうガス抜きにちょっと見えてきてしまうっていうのがあるんですよね、うん いやもちろんこれがあ、うん、あのただの棋誘であってまあそそうそううの通りです自分のやるべきことに直進行軍していただければ全く問題ない話です,しです、ね、まあ僕も全く同じえっと守る会が表明した文章と、うんはい、ほぼ同じ内容のメルマガを、はい、あ,れあの前に書いてるんですよ、うん、だからちょっとなんとかしてほしいなと、うん、で国賓待遇を、ね、止めてほしいなというふうなこととかも書いてるし、うんえー、まあこの ちょっと守る会は男系男子を守れるかと皇、うん、室の,、ねあのえー、と男系男子を守れるか執行部が女性宮家推しになったらどうするか、うん、そしたら安倍執行部に従うじゃないかという懐疑的に見てますよっていう人ね、うん、あとその習近平が来るって時に、うん、習近平を殺させないためにあのその2つは絶対守るべきだ僕は思うのね。 男,系男子を守るっていうことと、うん、もうその習近平国賓を止めるっていうねだってもうあっちは民主主義じゃなくて弾圧のすぐ弾圧やってるわけだから、うん、だから懐疑的に思う人は一番でもさすがに国益を守る会っていう名前をつけてるんだからしかも40人もいるわけだからそうですねもう結構な人数ですよああれははすすごい力あるはずなんですよ、うん、だからもう職を落としてでも反対してくれるんじゃないかっていうのは2番で3番は分からない 皆さんどういうふうに思うかというとですね。きます。お、五十二パーセントちょっと会議的で結構割れましたね。そうですね、割れましたね。そうただこのこういう議員の集まりっていろいろあるわけですよ。それ例えば日本会議系の日本会議のその国会議員議連っていうのも確か春ぐらいにその団結だったかな、憲法改正だったかな。そういうこう提言出してますけど、じゃそれがその月通されるのかっとまた別問題だし、いろいろあるし、みんないろいろ言ってるって言ってるんですよね。 守る会だけじゃなくて、うん、そういうのもあるし、うん、だからこう、ちょっとこうそこだけに特化して見るんじゃなくて、うん、いろいろ広い目で見たほうが、はい、まあいいんじゃないかなと、はい、そうですね、えっと、48人もいるのか AKB みたいになってきましたね。うん <laughs> えっと、フレッシュの方も五も55.8が、まあ、執行部に従っちゃうんじゃないかっていうふうに思います。うんうん 20.5%が職を拠として反対するはずで分からないが23.5とまあまあ似たような感じの数字にままとってコメントにもあるんですけどそれはいちゃもんじゃないかと難癖つけてるんじゃないかという話もあるんですけどただやっぱさっき言ったように前例があるわけですよ散々反対って言って結局賛成するんかいっていうそれ一1回だけじゃなくて何回もあるわけですよねそういう前例があるから懐疑的に見てる。入管法法のの時時とアイヌ新 あと消そうだからこれに対して完全にそれを論破できるような根拠があるのであればそれは聞きますけどそういうものは全く示されずにいちゃもんだとか難癖だっていうのはやっぱそれは返せないからそう言ってるだけなんじゃないかなとなるだから僕はもう本当この過去のことはまあまあ本当しょうがないとしても習近平国賓と こうした男男子、うん、だって、まあ、両方天皇につながることなの、うん、習近平が来たら陛下と一緒に杯を交わすっていうのは世界に知れ渡るわけよ写真が全部バーっとて報道されるわけでしょそしたらヒットラーですよあれは、うん、あの習近平は現代,現,現代のヒトラーだからヒットラーと同席させるって。 とといいうのはちょっやばよな先週の奥山さんの生放送でもちょっと話してましたしその後現代ビジネスの記事も出てましたけどウイグルの収容所のそれ実は習近平とかがかなり支持して裏でやってた演説なんかも内容が分かってきたっていうニューヨーク・タイムズのリークの話出てましたけどそれぐらい厳しい人たちですからね中国ていうのは人権侵害、はなしいことやっていてじゃそれ日本に国賓として来てもらって。 陛下と会っていいのかということなので、まあこれちょっと全力で止めていただきたいなと。まああとこれもドフカで言ったんですけど、その闘技拘束があるからっていうのは、まあ反論の根拠にならないんですよね。闘技拘束があるっていうなら、じゃ除経あ除経天皇とか全民天皇出てきたときに、お前ら存争するんじゃんって話になるから。実際あのあの時だってアイヌ新聞の時だって、あの投票しない退席した人とかいるんだよね。無視して。だからあのまあ。 そういうふうにしたし、議員もいたわけだし、うん。だから、まあ、そっと、これ。ややこしいんだけど、まあ。優先順位がどこにあるかっていうのがあるから。でも、その。国益を守る会が保守であるんだったら。その習近平を。迎える。っていう極貧にするというのと、この二つはぜ。でかいですよと。いうこと。です。この二つはすごいでかいことだから。ここでやらなかったら。もうちょっと後。 その何国益って何よっていう話にう、ね、なっちゃうよっていう、ね、まあ今出勤っ、出て、はい、まあ来年の春とかですけど、うん、それを前に今、香港の情勢もかなり怪しくなってきたし、はいでまあ、台湾も総統選が控えてるので、はい、この東アジア地域って相当な大変動の,その時代に来てるわけですよね、はい、そこでそのアメリカと一体にならずに、中国とこうすり寄っていくっていう方向性自体が大局観ないんじゃないかなと、安倍政権には。はい ととなるとなるんかもう安倍政権、本当末末期期でですすよよねまさに、ねはい、どっちつくかわからないという、はい、あと、あのーまあ、じゃああんたたち何もやってないじゃないかっていや僕らできることをやってるわけですよ、うん、動画でこうやって話してるし、まあ、例えばメールマガでもこういう意見を出したりもしてるしで,できるだけ発信をして、うん、自分たちができること手段でそういうことをやっているわけです。うん、で皆さんも ツイッターとかフェイスブックとかあと友達とね飲み行ったりとかした時にこういう話をしてできるだけあの広めてほしいなというふうに思いますで議員は議員で国会議員とか政治家はしかできないことがあるわけですよ、うん、それも最後に反対票を入れるとか、うん、体張ってあの安倍政権に対して票も持,、ね、持ってるし議会に対して安倍政権に対して、うん、いやこれはこうしてくださいっていうふうにやる。 っていうところが、議員は議員しかできないことをやってほしいっていうね、うん、別にその、ね、YouTube で言って、私は本当は反対ですと、うん、言ったところで、うん、別にそれなら僕らがやってることと変わらないじゃんって話なんですよね、うん、議員は議員でできることをやってほしいってい、それがそのみんなから票を,集めて票を集めたことの,、うん、あの結論になると思うからっていうことなんでね、今後どういう展開を見せていくのか、これはまあ注目していきたいなと。はい 水下さんありがとうございます。守る会の現在のスターダスガス抜き、闘技拘束、聞き飽きたは口先だけか。お前は習近平来日を止められなかったら、あ、北斎やめたらこの仕事。そんな批判すると、いや、ほならね、自分が自民党議員になってみるよって話でしょってコメントを返す輩がいましたよね。そうそう,そう,そう,そう、めっちゃネタをこう, <laughs> そう,そうぶち込んできてるけどいや、そうなんですよ。だから。 要するに政治家しかできないから政治家に頑張ってくれっていうのを僕ら伝えなきゃいけないっていうことで政治家は厳しく見るしかないんですよだって安倍さんだってみんなが安倍,ん安倍をさんを甘やかしたから結局今こうなったんじゃないかって気持ちます、ね、いや増税も止められないしそう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 ,いいうそ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 うだからやってほしいって気持ちはあるけど、うん、ちゃんとでも 疑う気持ちを持って政治家を厳しく見なきゃいけないっていうことを僕らは言いたいっていうところですよね、うん、で僕らとしてはできることってったら得意なことでやるしかないから、うんえー、動画で話をするとかそう、ね、ツイッターで野党をちょぐるとかそうそうそうだから自分たちができることをやろうっていうのが <laughs>、はい、あの僕らの考え方です、うん、ええ野党だってそういうつもりでもとは作って、うん、や,やれる範囲で日常の生活を守りながらやれる範囲でやろうっていうことで。 政治のこと言ったら、じゃあお前が政治家になれよっ,て言ってはちょっと違うよね。うん、だって車語ったらお前、車屋になれっていう話じゃないじゃない。うん、いや、ここのやっぱこのデザインがさとか言ったら、うんうんお、じゃあお前が車作れよみたいな、そううそ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 ,う <laughs> あそんなこと言われても。そそそうそうそう,そう,そう,そう。得意なことってあるわけだから、うん、ただ、語るのは政治については全員が語らなきゃいけないわけですよ、うん、一票持ってるわけだから。